こんにちは、すみやです。今日は、おもち銀河のね、スマート望遠鏡での比較をしてみたいと思います。昨日、シースター S50 でね、撮影したものがあるので、ちょっとそれを見てみましょうか。昨日のプランを見てみましょう。これですね。午前2時から午前5時まで3時間撮影してました。映ってるかどうかわからないんですが、一応見てみましょうか。あ、映ってますね。すごい。子持ち銀河ちゃんと映ってますよ。はい。じゃあノイズキャンセルをしてみましょう。なかなかいい感じで映ってましたね。はい。ノイズキャンセル終わりました。前と後であんまり変わらないような感じがするけど、ちょっと明るくしてみようか。うん。コントラストを上げた方がいいな。ああ、コントラストを上げすぎると、白飛びしちゃうね。うん。何もしないのが一番いい感じですね。はい。じゃあ、ちょっとこれはね、3対4、2対3、1対1がいいね。これぐらいの角度で、あ、トリミングもできるのかな？はい。トリミングもできますね。これぐらいでどうでしょうか。うん、なかなかいい感じで映ってますね。はい。子持ち銀河。素晴らしい。はい。じゃあ、保存しときましょう。はい。マイアルバム見てみましょうか。これがね、子持ち銀河ですが、これが昨日の夜撮っていた、大出の銀河と浜木銀河ですね。ちょっと人工衛星が通った跡がありますが、なかなかいい感じですね。それで、これも50か。これが S30 のね、子持ち銀河です。星が大きく肥大してるような感じですね。142分か。あ、こっちは102分ですね。3時間で102分。だいたい1時間42分ですね。はい。3時間で1時間42分。S30 は5時間で140何分だったので、こっちの方が効率いい感じですね。はい。こんな感じで見えました。子持ち銀河の比較をしてみました。やっぱり S50 の方が口径が大きいのと、焦点距離が長いので、子持ち銀河には S30 より S50 の方が綺麗にもちろん映るんじゃないかなと思いますので、皆さん試してみてください。広く広がったマルカリアンの鎖なんかはね、S30 だとフレーミング機能、そんなに倍率上げなくても入るっていうんで、ちょうどいい感じですよね。S30 のね、ボーデの銀河と浜木銀河。これトリミングしましたけれども、こんな感じでね、映ってます。ボーデの銀河と浜木銀河も S50 でね、フレーミング機能を使って倍率等倍で角度だけ変えるとね、こんな感じで映ってくれますので、皆さんも試してみてはいかがでしょうか。春の銀河祭りに備えてね、S50 と S30 でいろいろなね、画像の解像感、それから画角を比較してみました。皆さんもね、ぜひこれから春に近づいてきますので、深夜から明け方にかけてね、ボーデの銀河とか、子持ち銀河とか、獅子座三つ子銀河とか、いろんな銀河が見れますので、ぜひスマート望遠鏡で銀河を楽しんでみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。